はい、毎週日曜日夕方4時からは毎日がもっと美味しくなる番組、その名もスパイスラジオ。スパイスラジオでは平凡な毎日に刺激と旨味のある情報を満載にお送りいたします。仕事や遊び、恋愛などをテーマに、本日のパーソナリティ、私ヒカルとミーチャでお送りします。またスパイスラジオでは取り上げてほしい企画やリクエストも毎回募集しております。番組へのご意見やご感想、リクエストがありましたらこちらまで。宛先は spr780naha@gmail.com spr780naha@gmail.com までお待ちしております。テーマに関するご意見やご質問の詳しい詳細は Facebook ページ、YouTube でスパイスラジオで検索してご覧ください。毎回テーマへの質問などには締め切りがありますのでご注意ください。遅れたらどうなるの、ミージョー。遅れたらチキンバターと野菜といろんなヌーキン混ぜてカレーにするよ。でもリクエストは毎日募集しております。えい、はい、始まりました。こんにちは、はい、こんにちは。日曜日のスパイスラディオです。やっさいやっさい、はい、はい、来ましたね。またまた来ましたよ、今週も日曜日の夕方、恐ろしい日曜日の4時がやってまいりましたリスナーいるかないや、この時間になったら消されんかこの時間になったらまさか消してない。逆にファンもいるかもよ、そろそろ出てきてるんじゃない。あのね、あのぜひ毎回言ってるんですけど、あのメールも1回も来ないしYouTube の方でも、ね、あの結構見られてるんですよ、うん、YouTube そう、ね、100回超えとか普通にあってだから100人が見てるってことになるんでそうね。だからなんかね、あの YouTube の方でコメントとかね、なんかあのまあちょいちょいコメントあるんですよ、うん、あのハッピーさんが出てる、うわーとか、なんか来たよとかあるんですけどなんかあのこれやってとか、ああそう、ね、あの質問とかなんかやってほしいですよ ね、 ね、なんでかって言ったらね、うん、一回ね、先々週一応エアー投稿エアー投稿も知ってるじゃないですか。そうだ、あれのね反響もね、うん、ちょっとあったね、はい、だからねいいんだけど、うん、もう二度とやりたくない確かにね、向いてない、嘘ですからね、向いてないな、あれ向いてるけどね、まあ、一応 YouTube でも流れてるんでね、はい、そうですね。あと、うん、そばもね、あのね、食べ歩き、そう、食べ歩きのやつも肉とかもね、うん、行ったよとか、はい、そうそうそう、よかったぜとか、うん、いや嘘つきや、デージまずかったどうやとか、なんかこういうこともね、うん、ね、何でもいいので欲しいでございますね、はい、ぜひ、はい、じゃあ、今日のトークテーマはですね、うん、まあ、3月、来週で3月になりますので、はいはいはい、今、うん、何ですか、就職決まってる大学生や高校生は就職休みです。そうだね、あ、就職休み、あ、違うか、もう何、卒業式か、卒業式待ち、高校生とかはそうじゃない、多分卒業式待ちだよね多分ね。で、あとは、まあ社会人は、社会人はね、新歓送迎会か、あの退職者もいれば送別会の前かな、はい、新入社員の方もいるということで、うん、まあ、その話について、そうだね、お送りしていきたいと思います。はい、では今週もスパイスレディオよろしくお願いします。お願いします。
せたなと思ったら泣けてきた。大阪で生まれた女や酒、大阪の街を捨てん。大阪で生まれた女や酒、電信柱に染みついた夜、はい、ただいまおかけしました曲は、ボールで大阪で生まれた女でした。はい、うん、なんか四字が似合う音楽です、ね、だからね、夕日をいい感じだね、いつもね。はい、はい、じゃあなんかね、リクエストないと、うん、もうずっと同じ曲かけるよ。あれだね、曲のリクエストでもいいさ、ね、そうそう、あの曲のリクエストも欲しいんですよ、うん、そうだね、これかけてっていうの。確かに確かに、あの YouTube の方では聞けないんですけど、うん、これかけてっていうやつはできますんで、うん、そうそうそう、それでね、3月からは、はい、ちょっとあのスペシャルゲストに強しも呼ぼうかな、うん、おー、強しってあの強し伝説のギターを持った強し、そうです、いいな、うん、長すぎ強し。いいな、そうそう、死に長いから10年間終わるの。まあ呼んでからね、はい、いろいろ、ね、やりたいと思いますね。今年はやっていきましょうよ。はい、じゃあそれでは引き続きですね、スパイスレディオでは、いろいろね、今日はお話ししていきたいと思いますけど、はい、今日は何、まずはね、卒業旅行についてなんですけど、うんうん、卒業旅行、卒業シーズンだしね。そうですね、卒業旅行って言ったらまあ高校もあるし大学とか、はいはい、沖縄はでも多いね、多い、沖縄に来る人が多い、ね、そう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 、だからあのちょうど、うん、2月はまあ野球も絡んでるんで、そうなんだ、結構一番キャンプね、はい、今週で多分終わり方2月いっぱいまでは、ね、終わりだと思うんですけど、キャンプで賑わってるんで、はい、いろんな観光の方も ね増えて、まあ、このねちょうど今時期かな、うん、またあの沖縄 この若者と、うん、内地のこの若者が、うんうん、営みを繰り広げそうなの。そうじゃない、多分2月は。そうか、2月ってなんか安いって聞いたんだよ、あの飛行機代も。へえ、まあ ね、それで2月と9月かな、うん、2月9月10月が一番飛行機代が安くて、うん、なんか学生さんが来やすいと、うん、なんかこう来た、まあ、あの学生さんたちが、うん、こう、まあ、あの心をね、うん、解放してしまって、あの国際通りで飲んでてナンパされて。はいはい、はい、まあでもいいんじゃないですか、別に。まあそうですね、楽しんで、はい、でもねちゃんとね、うん、パッキンをつけんと。何パッキン、バッキン、パッキン、パッキン。まあ遠回しですけどね、はい、ちゃんとね、ゴムちゃんもゴムちゃんもつけて。ゴーヤーのとかあるからね、ゴーヤーのとか、まあ、平和通りで売ってますから、売ってるよ、はい、買ってください。はいはいはい、でまあ卒業旅行といえば沖縄人気だけど、なんで人気なんだろうね、やっぱなんか、なんかな、南国を味わいたいのかね、南国っていうか贅沢、うん、羽伸ばしたいのかね。でも寒いからね、卒業旅行イコールっていうイメージがあるのかな、なんか沖縄、まあ、沖縄か北海道とかじゃん、要は。そう、なんかそういう、あ、雪景色だから極端な、どっちかに行きたくなるんじゃないですか、どちらかといえば、わかんないけど、はいはいはい、まあ、海外もいるけど、ね、海外もいるんじゃん、ハワイとかもなんか行く人いるとか聞いたことあるけど、うん、確かに、海外よりはって感じなんじゃない、まあね、海外より、まあ、海外に近いのが沖縄なんでしょう、多分、まあ、沖縄のね、まあ、男性はね、うん、すぐケツ振っとけば
後ろからすぐついてそうなの逆にすぐだって内地の女の人可愛いさ、可愛いね、なんかスタイルもいいさ。まあでも選手あれだったさ、この選手だった男が持ってると思って。あ、そうですね、まあ先週のね、あれも聞いて、そうそう、ちゃんとあの外にね準備して、うん、あの香水ご飯もつけてお金を使えちゃんとっていう話をね、かっこよくよ、かっこよくお金をね、気前よくね。そうそうそう、でねえねえ、あのあら東京からですかもしよかったら全額おごるんで飲みに行ってませんか。いいじゃん、もう俺金しかないんでどうですかそう言ったら多分来るだろうな、カズーちゃん当たるよ。うん、なるね。まあいいんじゃない、うん、楽しやすよ。でもそうですね、お酒飲むかね今時の。どうかな、でも飲んでほしいよね、せっかくだしね。飲むんじゃない、まあぜひね泡盛ね、うん、飲んでほしいんですけど。泡盛ね、うん、飲めるかな今の子、まあ、でも初泡盛とかでしょ、だって22とか言ったら。あ、そっか、どんなんかね。でも飲むんじゃない。でも意外に沖縄の人より、内地の人の方が酒強いって分かった。あ、強いよ、だってロックで普通に 4,5 杯ガンガン飲むよ。じゃああれは分かってないよ分かってないって飲み方を。あ、そうなの。違うさ、なんか泡盛といえばロックで飲まないといけないイメージ、はい、初めての沖縄、はい、やっぱ沖縄来たら泡盛でしょうって飲むさ、うんうん、でうわーとか意外に飲めるねみたいになって。あ、はいはい、めっちゃ飲めないことはないよ。うん、分かるよでも、うん、なんか久米さんのブラウンとかロックとか飲む人いるさあれちょっと引くよね。いや、引かんでしょ別に。一応俺久米さん派だから、どっちかといえば。違うでしょお前、キクのツイブラウンとかロックいける。いや無理キクのツイはきつい。なんかブラウンとかはあれは水割りで飲んでほしい。美味しい。そう、そうそう、あれやロックで飲んだらおかしくなるよ。違う、まず泡盛をロックで飲むのはおじおばあだけよ泣きをつけてね、ちゃんと。あのまあリスナーさんも、ね、この時期は泡盛ね、いろいろ出たり。そうそうそう、まあ飲む人は飲むけど、うん、今割り方も多いからね、うん、なんか今なんない泡盛ハイボールみたいな感じも出てるさ。あ、そうなの。まあだから単純に泡盛をソーダで割って、まあ、レモンとか入れるんじゃない。まあそうかな、一応飲みやすくは なるはずよ、やっぱハイボール好きな人とか、うん、でもやっぱ沖縄で飲むのはいいよ、うん、やっぱ内地に持って行って飲んで美味しいかって言ったらちょっと違う、違うはず。沖縄で飲むから美味しいんじゃない、やっぱ何でも、うん、オリオンビールも、うんうん、泡盛も。あ、そういえばオリオンビールがなんか沖縄のもんじゃなくなるって聞いた。え、何、朝日さ今。いや、なんか買収されたわけ、外資系に。あ、朝日でもなくなる。そうそうそう、なんか買われて、もしかしたら、うん、オリオンビール名前変わるかもしれない。もしかしたら変わるかもしれない。やばいさ、だから味も変わるんじゃないかなと今言われてるけ、外資系ってことは何、どういうこと。外資系で、まあ話長くなるから、うん、一応買われたらしい、どっかの企業に。え、もう買われたのこれは。そうそう、まあ売ったって言った方がいい。もうちょいね頑張ってほしかったんですけどね。そうなんだ、うん、じゃあまた2019年は変わってくるんじゃない。なそうだね、だから沖縄の本当のビールを今しか味わえないんじゃないか、うん、そうだね、それ考えたら。そうそう、だからもう味も変わるでしょうね、やっぱ外国の人たちが、うんうん、あ、なるほどね。 No! No! ってこれじゃない、もっと麦入れろなるほどね。そうそうそう、外国向けになるのかな、要はかな、どんななるんかな。なんか瓶とか出てくるんじゃない、オリオンの、分からんけど、コロナじゃないけど。ああ、そういう系、うん、あんなバドワイザーとかですかね。だから なんでかな、まあ、そのうち、まあ、泡盛自体もなんか最近人気がない、うん、まあ、若い子に人気がなくて、もしかしたら泡盛離れね、泡盛を作ってるこの酒造どころも減るんじゃないかという今懸念されてるらしい。まあでもそうだよね、でも売り方なんだよね。まあまあ、例えば、ね、なんていうのかな、まあ、話が変わりすぎるんだけど、はい、まあ、飲食店の話したらしたいんだけど、うん、こうオリオンビールもそうなんだけど、うんうん、
業務用だけのオリオンビールって作ればよかったわけ。どういうことどういうこと。だからお水居酒屋とかでしか飲めないオリオンビールっていうのを作ればよかったわけ。そしたらみんな俺起きたいさ。はい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 。なんかまあビール会社の難しいところもあって、うん、あの会社とこの会社を置いたらなんかダメとかなんかあるさ、うん、はいはいはい。こんなのもよなくさないと沖縄のもうこのものをねもっと大切にしていかんとね。そうだよね、沖縄のオリオンビールだったのね。そうそうそう、どこのなんとかビール、ね、割った自慢じゃないんじゃない。ええ、割った自慢じゃなくて、割った昔が自慢のビール。過去形過去形。じゃあ今のうちさ本当に。そうよ、島とついてたあの日がまうまい。やばいね。今がじゃああれだ、飲み納めになるかもしれない今年。なるかもしれない。まあもう今年っていうか4月から変わるんじゃない。えやっぱり企業さんは早いからね。じゃあもう本気で今卒業旅行とか、うん、まあ飲みに行ける時期の。そうそう、もう 今のうちに、うん、もうケース買いして内地に速攻送って、ね、おてかもうプレミアついてくるんじゃない。なんだあ多分つくと思うよ すぐね。うん、あっしゃ俺もタルカってか置いといてか売ろうかな。逆にね、賞味期限ギリギリまでギリギリで出していこう。そうそう、へえ、そうなんだ。だから沖縄はもう結構なくなってきてるんだよ。だからウルマっていうタバコもなくなってるの。え、そうなの。あれももう販売中止になったんだよ。もう今在庫がある分だったやつ。そうなんだ。まあ美味しくないかったけど。じゃあもうタバコやめてなったつけどさ、ウルマだったかな、バイオレットかな、うん、いやバイオレットもある。バイオレットは内地にもあったんじゃないかな。でもなんか寂しいな、なんかこのナイチャーも買ってたわけよ。そうそうそう、だからあのお土産だよ、うん、ひらがなでない、ウルマって書かれてるやつ。沖縄のタバコっていうことでみんな買ってたけどね。まあうちなんちゃ釣ってるの多分品数しかいないから安かったからね、まあ、あれ品数タバコ取れたら、まあ、強くて安い。そうそうそう、死に強かったんだよ。だから強いから1回吸ったら2時間ぐらい持つわけ。しかも中毒なの本当の、うん、そうなんだね。そうでもそれはもう販売してない今。してない。ああ販売はしてるんから、ある分は。じゃあそれもじゃあ記念に買ってください。そうですね、観光の、で来る皆さん買った方がいいと思うんですね。なんかまあ卒業旅行のシーズンは、うん、昔はまあ僕ずっと国際で8年ぐらいいるけど、うんうん、当時僕が20歳とか21、2とかの頃はね、はい、なんか面白い人がいっぱいいました。あのなんか頭に鼻刺して、あーいたね、うん、まあ、でもまあワンピースで、うん、とかあとなんか T シャツ、うん、みんなお揃いの T シャツ着て、うん、なんか何だったかな、爆乳女とか、もう個人個人のあのなんかニックネーム T シャツに、うん、T シャツに、うん、とかなんかあるね、酒癖とか、なんかフラーとかなんか、しかも沖縄の方言で書かれてたりするわけ、なんか記念に T シャツ屋で作ってから、死ぬなんか受けたのかなんとかな、これ今もいいかな、バーキーとかなんか言って方言知ってる人はね、まあ何も知らないで多分買ったんじゃないかな。そうそう、フラーとか普通に、うん、いいんじゃない。ああいう子たちがね沖縄のこの国際通りを盛り上げてたなって今ね、うん、今いない。今ねなんか今中国人とかアジア系の人しかいないんじゃない、うん、そうよ、なんか観光客がなんか歩いてるのあんま見ないんだよな、うん、観光客はね本当に少ないな今、うん、だからきっても今このあれさ、キャンプでファミリーが来てたりとかはあるけど、うんうん、あ野球ファンだね今、はいはい、来てる人たちは、うん、でもなかなかやっぱりね沖縄に女子旅とかわからん、なんていうの、もう遊びに来たよ、うんうん、男捕まえに来たよみたいな子は昔いっぱいいた、うん、いたよな、うんうん、今全然いないね、うん、だからなんか昔 あれだって、だから飛行機乗ってる時に、うん、まあ、東京から沖縄帰る時に、うん、前にこうあの若い
女の子が座ってるけ、うん、まあ東京から多分沖縄に行くんだろうね、うん、そしたらどうする、何人とやる。いい、俺もう手挙げたかったわ。いるよって。やばいね、うん、何人とやる、うん、まあ要は何泊で何人と遊ぶかってことでしょ。そうそうそう、すごいね。イケメンいたらすぐやろうとか、こんな話してるわけよ。出会いたいな、かな。出会いたかったな。まあでもね、そう、でも結構ね、沖縄の子と、うん、内地の女の子で付き合ってる友達多かったの当時は。あ、多いよね。だから、うん、国際通りとか、まあ、あそこら辺那覇付近で働いてたら、うん、出会うから、 それで電話番号聞いて、しかもその当時はもうなんかしっち沖縄に一回来たらハマってから、うん、しょっちゅう来た、年に何回も来てる子とかもいっぱいいたからね、はいはい、別に付き合っても普通だったわけよね、うんうん、で今だから全然なんかそういう盛り上がってないの。ないんかな、うん、聞かんよ。だって聞かない、国際通りおとなしくなったねってはしっちゅう聞くけど、うん、もうこの当時働いてた人たちが普通に飲みに来るわけよ。死の音聞こえるし。水飲んでますよ今。はい。そうね。だから卒業旅行はもっと跳ね伸ばしていいんじゃない？うん、男の人もあんま見ないからね。うん。まあ、いっぱいいてるの。いたいたいた。本当になんかまあ国際通りが若者で溢れてたからね。うん。なんだろうね。時代の移り変わりですか。まあ、確かにね。北谷に行ったんから無理。ちょっとまあそうだ、でもリゾート地に本当に行ってるんじゃない、リゾート沖縄の中でも。あれよ、だから国際通り帰んてダメよ。しょ、まあ、いやお土産屋ばっかりやってたら確かによダメよ。だからもっとよ、うん、地元のやつらが来れる、来るっていうかまあたむろできるような片面作ってから、だから片面はお土産屋で、片面はなんかね地元の人たちのためのアパレルでもなんでもね、うん、あれやそりゃ来るのにね。そうよそうよ、面白いようにもっとやっていかんと。中さん一夜お土産屋ばっかりや、もうだからもうインバウンドインバウンドしてるせいだからさ、もうや次や三重もやジャスコもヌーキンできてかもあんなところでやナンパできんだったもん。だからだからやね、だからよ、まあ何だった、少子化、うん、少子化もそのせいだと思うよ。だけどほら下にさ、下っていうかほら、まあ、立地条件で1階にこの通り沿いのお店があればさ、うん、はいはい、このお店の目の前とかにベンチとかがあったらさ、こっちでナンパとかが始まってするよ。そうだねそうだね、あったね。でもあんななんかジャスコとかさ、うん、サンエとかってあんなところでナンパしたらバカだよ。いやバカっていうか、いやバカってバカに思われるさ、なんかいやバカでしょ。だからやっぱ出会いの場所もちゃんと作っていかんと、はい、そうだね、なんかね街づくりが下手なのかな沖縄は。なんか昔あれいっぱいあったけどね、なんか街コンみたいな、うん、最近やってるね。だからあれも多分もうなんか少なくなってる、メンツがいないのかね、あれなんでしょ、だから来るメンツが一緒すぎて、あっ、あ、この前この前のあのしそれで仲良くなればいいけどな。よくいるね。なるほどね。もう全然できないんすよ。ガチなやつになってきてる。まあないな、うん、最近な。あでも3月3日になんかうるま市で、うん、あるみたいよ。あと5月の何日かゴールデンウィーク中に、うん、あとマジックラブっていうのも何だそれ、毎年やってるの、やってない、この那覇 FM の、うん、毎週木曜日4時から、はいはい、恋パンっていう恋のパンプアップっていうのあるんだけど、うん、はいはいはい、このこれのこのなんていうの、歌子さんっていう人、はい、パーソナリティーで、はいはい、この人がまあもう昔からやってるわけ、うんうん、100対100すごっ、すごいよ、すごいね、うん、しかもカップル率が高いらしい。へえ、そっから始まる、うん、そうそうそう、若いの、まあ幅広い、まあでも幅広いらしい。へえ、100対100、うん、すごいね、これみんな沖縄の県民、沖縄みたいな、まあ分からんけどあっちこっちいるんじゃん、うん、だからまあそういう出会いもね
必要だけど、でも、うん、まあ、なかなか行けない人もいるさ、うん、こんな出会い、うんうん、だからやっぱあの必要よ、ナンパ橋みたいなの。はいはい、まあ確かにね、こっちに来たらもうナンパをする場所、オッケーです、ね、なんか昔なんかそういうのなかった？国際通り。昔あったさ、国際通りはあのマックのところじゃない、マックのところと、あとオーパ前じゃない、うん、オーパ前もそうだったし、はいはい、結構そういうのあったけどね、あそこの数字にいたら OK よみたいな、うん、だったら分からんけどするっていうのを聞いたことあるよ、うん、まあ、一応そういうの結構ありましたけど、うん、ないよな最近な、なんか弱体化してる、だから男女のコミュニケーションがSNS が普及しすぎなのもあるんじゃない、逆に。だから今女性が余ってるようなことしょっちゅう聞くな、居酒屋でも、はいはい、だから誰かあの紹介してくださいよとかって女性から逆に言われるけど、でも男性いないわけよ紹介できるのが、うん、もう余ってるのはもう何も言えん余ってる人紹介できる、紹介できるようなやつが余ってる、うちの知り合いの余ってるやつはもうじゃああれだね、×1 ×2 とかさ、じゃあうちなんちの男性ももっとなんか気合い入れんといけん、そう気合い入れて、もうやっぱ経済力だろうね、紹介できるかできないか、うん、だって紹介してさ結婚して貧乏になってなんか、はあこのお店の紹介のせいでこんななって私はって思われても嫌さ、そうね、紹介できるような仕事と紹介できるような ね、まあ、かっこよさ、ないよね、うん、生き方で、うん、それをやってるといいかなと。またこれエイリーとかでもなんかやればイベントやってる、エイリーはディスコの方で、あそうなの、あのね婚活パーティーみたいなやつ、うん、ガチのやつやってる、あマジ、うん、俺なんかもあんたはまあ大体25から25対25とか、うん、30対30ぐらいで、うん、まあ、ディスコでパーティーズ、あれすごいっすよ、うん、本当に、うん、あの円になってんすよ、うん、テーブルが、うんうん、2名席の、うん、になってて、うん、女性が座ってるんですよ、で男性が向かいこの内側に座ってて、うんうんうん、はいじゃあ司会人がいて、司会がじゃあ3分間、うん、このなんとかタイムみたいなおしゃべりタイム、はい、おしゃべりっていうかこの自己紹介タイムを3分やって、はい次移動って言って、はい、すぐ隣にスライドするんですよね、はい、スライドしてじゃあまたそっから3分、あもうテレビでやってるような、あ本当に、うん、すごいっていうのやるんですよ、でも30組ぐらいいたらそれの3分だから、うん、それだけでも90、1時間半か、はいはい、で移動とか30秒1分って入れてもだからそれだけでも2時間ぐらい、あ、あの1人と喋るの、うん、そっからまたこのフリーでやって指名し合うのかな最後、うん、でそれでなんかね一回あ前回やったこの会社では一組ぐらい結婚したっていうのもエイリーでやったやつであったみたいなんで、なんかもしあったらね紹介したいなと思うけど、こういうなんか出会いだからさ求めてる人は求めてるけど、なんか恋愛になんか面白みがあるのかね最近、なんか言いたいのわかる、この何ですかその面白みってなんか遊んでないんじゃないかなと思って、もっと今の若い子は、いや若い子遊んでるんじゃない、だから遊び方があれなんでしょう、友達同士とかが多すぎるんでしょ、違うさ、なんかもっと男も昔はあれさ、沖縄もなんか獣じゃないけどもうやばかったよ、イケイケみたいな、じゃもうやばかったさ、塊よ性欲の性の塊しか歩いてなかったさ、があったのなんか今のに全然そんな感じしないし、今だからすごい、今の若者は普通に男女同士で、ああ普通になんかもう友達っていう男女の友情、そうそう、オッケーなんだ、だけどなんかもうやりそうなんだけどやってないのが普通らしいよ、もうなんだろう、なんすごいよねそこがね、うん、これはアメリカだったらもうみんなとやってる逆に、うん、全員でアメリカの女性は、うん、普通らしいだからね、女性の方がねちゃんとね、そうそうそう、私で一発まだ4時です危ない危ない、まだ4時ですまあまあね、もっとなんか面白く
若者には元気を、ね、出してほしいね、うん、そういう話をしてほしいわけ。居酒屋店員に聞きたい面白い人一応なんか普通に常連さんとか、はい、はいはい、先週こんな面白い話しようとか、はいはいはい、冗談でもなんか死に昔はみんな言ってたなんか聞こ え先週や誰誰と遊んだぜとか、うん、うわも遊んではいつもとかなんかあったよ昔なんかいないの、いないよ、そんな話をしてるのもいない。最近あれ聞かないんじゃない、何なんかこの町のあの子ちゃんみたいな、まあ、ないよな昔あったさ、うん、あのまあ何子ちゃんみたいな、だからこんなのない、何やって何して遊んだよ、普通に普通に飲んで普通に帰ってんだよね。いやなんか人生がもったいないと思う。なんか若いうちにいっぱい経験しないといけないんじゃない、うん、って思うけどね。そうそうそう、いい、何でもだってそれが結局、うん、あの将来の、うん、何嫁さんだったり旦那さんのあれになるわけさ、目利き。そうだな、うん、遊ばんとや分からんよ、うん、結局遊ばないでそのままして結婚して、うん、はい違ったとか、うん、あるはずだからさ。あれでちょっとあれな、発情っていうかなんていうのあれするんだよ、なんていうのどっかに行っちゃうんだよ、逆に違う方向にね、そう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 、いやでも全然話がそれまくって、はい、話がそれてますけどあの卒業旅行ですよ、まあ、ねまあぜひっていうよりは、まあ、沖縄をどっか行きますか、逆にどこって、いや俺卒業ないから、うん、違う卒業旅行高2で、うん、高2でもうあの中退して速攻働いて、ああもうずっとあれからずっと働いてるから。旅行とかいくつかで、旅行は年に1回は年に1回2回、うん、いいね、まあ、行きますね、まあ、僕も、まあ、家族がいるんでね、うん、東京ディズニーランドぐらいは行ったね。ああ、ここ最去年行ったかな確かまあそういうディズニーとか、うん、酒がなくても遊べるような場所がないっちゃ多いからね、うん、あ沖縄な、これあった方がいいよな、うんうん、アトラクションっていうか、そうそうそう、遊園地ね、うん、今ないんだよな、あのジェットコースターとかあるの。 USJ ができるって噂、あれどうなったの。あれはもうないんじゃん、嘘じゃん、ないんだ、うん、一時期それでなんかワーワーなってたの、ニュースとかにもなってたけどね。ちょい、なんていうの、あれやった方がいいんだよ、まだ国際通りをジェットコースターが走る、うん、やばいなあちょっどっかあったけどな、どっかの国にあったんだけどな。何を、いやだからいいと思うよ、この都市をね、うん、このね街中をあーって言って何分に一回通るわけよそれみんな乗りたいからこの街に集まるわけさ、はい、それで下にももちろん飲食店か何かいっぱいできるわけでしょ、はいはいはい、なんかそういう遊びな、なんかな、なんかもあれな、やっぱ遊ぶ場所もなくなってるから、ないなくなってるからないんだよ、そうそうないわけよ、面白みがね、おじいたーな考えばっかりだくさ、うん、このやつくやたーだなんか、ね、ないんや、人生は一回しかないんだから、はい、うん、もっとよ、遊べるようなの選んでよ、うん、だってハワイに近いんだよ、うん、ハワイに近いのに、うん、海もや毎回同じさ、バナナボートとなんとって、うん、あれ規制が悪いわけさ、はいはい、これやったらダメとかあれやったらダメってよ、いや海んちゅのや海になってから、 いつや遊ぶ海になれるわけここもな発信だあるね。それにしてはや正月休まんけだった正月もやって仮しれ仮でなるわけよ、うん、ルッと海だったらよ、なんかうまい使い方してない、だからもっと海外を見習って、なんかほんとこうなんかもういつ死んでもいいぐらいの、うん、人生にさせてあげるぐらいの街は沖縄は作れると思うんだけどね。うん、そうね。だからあのヤンバルにサーフィンプールとかよ。あの人工波のプールとか、ああいいね、あれ面白そうな、うん、ね。あんなのやったっけ。だって沖縄は、まあ、寒くても13度12度でしょ。うん、だからまあウエットスーツも、はいはい、ウエットスーツつけて別に冬もいいですよって言ったら別にそれでいいさ。うん、だから俺プールもね、ウエットスーツつけたらいいですよって言ってやっ、あの開放した方がいいと思う、うん、レジャープールみたいな、はい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 、確かにね、うん、なんで風邪ひくのはこの人たちの、うん、体さ、うん、風邪ひくかひかないかよ、この人たちが濡れたままで帰らんければいいさの髪の毛よ、そうよ、だからこの面白さだわけよ、年中無休面白くできるのは、だからそうやって別に今の時代、うん、
なんていうの、着ればあったかい素材もいっぱいあるわけだから、だからね、プールとかも開放してやった方がいいんじゃないかな。それと観光客もこれ目当てに行くさ、それとここでもまた出会いが発生するでしょ。そうね、そうね、そうね、そういうなんか面白いよね、まあ沖縄のゲレンデ沖縄のゲレンタゲレンナゲレンデね冬なのにビーチあのプールに行ってで今日は朝晩ねって言って口も青くなってからいいっすいいっす。いやこれいいと思うよ、ね、それたら休み面白いさ、休みの日どこ行くってプール行くかって、冬だよって言ってもあウエットスーツあるのにやってても、だから一家に何枚かはウエットスーツがある時代、なんかオッケー時代でもいいわけ、いいじゃん、そうね、ほんと寒くないよウエットスーツつけたら、脱いだら当たり前寒いわけだって、まあね、私がもうあの超スーパー金持ちだったら作りたいと思います。もうロトね、ロト6、あロト7ぐらい2回当たったら作ります。オッケー、何を作るの？あの街を走るジェットコースターとあとウェーブプールとウェーブプールあの合体してるレジャープール、ぜひなんかね聞いてるリスナーでそういう仕事してる人いたらね、そうですね、あのぜひ私のアイデアが欲しいという方、金持ってる人だよ、もう何十億って持ってる人だよ、あの私のアイデアこれいいねってもうちょい話聞かせてって言うんだったらぜひもうタダで教えますんで沖縄にいるかいるんじゃん、何十億もいるんじゃん、いるんかな、でも元は取り戻せると思いますね、それだけは、投資家の皆さんは聞いてたら、いいかなと、はい、はい、じゃあ次後半に参りたいと思います。じゃあ一回ね CM で喉を潤わしてはいよ、yeah, but say yeah.
Station. FM Naha. はい、ただいま、お聞きした曲は、ファイアボールでダンシングムーンでした。引き続きスパイスレディオをお聞きください。おいはい、前半ではですね、修学旅行ね、あ、修学じゃない卒業旅行、卒業旅行ね、いいね、学生になってみたいわ、もう一回。だからよ、飲みに来てね、みんな。はい、そうですね。じゃあ次、後半がですね、後半はあの社会人向けのお話をしたいと思います。新歓送迎会ですけど、歓送迎会、送別会、ね、送別会、退職会とかいろいろありますけど、最近ないんじゃない？あの、送別会はあるよ。送別会は、あ、なんで新歓送歓迎会か、歓迎会、4月の歓迎会は少ないね。少ない、うん、送別会はやっぱ企業はやるんじゃない？でもなんかあれじゃ、あれって言ってたな、なんかニュースにもなってるけど、なんかこの歓送、あ、なんか歓迎会、歓迎会、歓迎会っていうのを自体が、なんかあんまりこう若い子たちが嫌なんでしょ、嫌みたいな。わかるよ、なんか絡むのが嫌もん。そうそうそう、要はあれでしょ、新入社員として入ってきて、そうそうそう、さ、初っ端な飲み会でなんか挨拶とか嫌みたいな。なんかもうこの挨拶とか、こう人前でこう真面目っていうか、まあしきたりをやるのが嫌なんだろうね。うん、まあ送別会も退職する挨拶とか、今まで、まあ退職はちょっとまだあれなんじゃない、思い入れもあるから、ある程度は、だってもう1年間は仕事してきてるさ、して最低でも、はい、で退職ですみたいな感じであれば、一応はもう気が知れてる人たちと仕事をしてきたから、まあ挨拶は多少はできるけど、新しいあれでの、要はもう学校とかも一緒だね、みんな、あ、4月って結構ちょっと緊張してる、うんうんうん、仕事でも、まあ学校でも、あれはほぐすために飲み会やるからねっていう名目でしょ、もともとは。そうやってね、これから一緒に頑張っていきましょうっていう飲み会かもしれんけども、それが嫌なんでしょ多分。いや、もうそんな最初から慣れてないのに嫌ですよみたいな。それはやばいな、多分そんな感じだよ。でもあれで、まあなんか友情の輪っていうか、ほら、この人はちょっと難しいなとか、あ、この人いい人だなとか分かるじゃん、うん、でそういう飲み会は俺大切だと思うんだけどね。なんか飲み会にあんまり参加したくないこう若者が増えてるっていうのが、ちょっとダメかなと、確かにね。なんか僕も全然平成ですけど、昔っていうか、先輩が飲みに行こうって言ったら絶対行ってましたけどね、そうだよね。だってなんか、要は仕事じゃない時に飲みさ、仕事じゃない時の飲みでいろんな話できるさ。そうそうそう、でな、結局自分のなんか、なんことをアドバイスしてくれたりとか、なんかね、ためになる話とか教訓だったり。なんでまたほら、お金出さんでいいさ。そう、一応ね、後輩になったら全然ね、そうそう、お金出さんでいいから、俺結構いいと思うんだけどね。確かにね、やっぱ甘え上手は仕事上手だから、やっぱそこでどう、てか可愛がれるからね。そうそう、どうやって甘えるかとか、こういうのも、なんていうの、やっぱ必要だと思うんだけど、絶対そうですね。やっぱなんか、なんなんだろう、気使うのが嫌なのかな。もうなんか友達と遊びたいんじゃない、それより。いいかな、面白いかなって思うんですけど、で結局最終的には友達って言ってても、社会人になったらもうあの会社の人間とつるむ方が多くならないと出世もしないし、まあ変わらないと思うんだけどね。だから同級生、地元地元って言ってるのは多分沖縄多いんだよな、地元地元知ってから。なんかね、もうここ何年もプライベートで友達と飲むのないな。あ、俺もない。なんか本当の、まあ
あの地元でしょ。年に何回かはあるよ、うん、まあ、地元の友達とだ中学校高校とか、うん、と飲みに行こうぜってはならんな、うん、なんかなんでかな、まあ、たいや飲みたいよもちろん、うん、時間があれば、うん、飲みたいんだけど、優先的にも考えたこの仕事なんだろうね、うんうん、仕事の方がもうね優先的になっていくわけで、まあこれが当たり前だと思う社会人は。そうだよね、うん、社会人になってまでだからいや、まあ、前半20前半だったらなんか分からんでもないではあるけど、まあ、まだみんな独身だし、うん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 、結婚もしてないから、まあやっぱそうそう結婚もしていっいくさね、子供もできたりとか、まあ、時間もどんどんなくなっていく中での子供たち家族以外でもじゃ飲みに出ますってなって、やっぱなんかもうなんていうのプライベートもあいはある、まあ、なくはないかなとは思うけど、それ以外で言ったら別に飲む必要がないわけではないけど、うん、確かにもったいない時間がね有限だからね、うん、仕事につながる話をまだした方がそうだよね、うん、いいかな。まあなんかな、この酒離れではないんだよね、これは別に。うん。なんか企業はちゃんとやってるよね。うん、銀行さんだったり、うん、まあなんか結構うちの店舗も貸し切りでやったりするんですけど、はい、40、50とかで、うん、の時はちゃんとね若い、この世はこの若い社員さんたちがちゃんと、うん。うんうん、この企画書じゃないけどこの計画書進行の紙とか持って、はい、でちゃんと司会進行この時間のタイムスケジュールも書いたやつを持ってちゃんとやってる、うん、そういうところは。でもこんなのが、うん、この後の将来につながっていくわけだってさ、うん、こんなのできないとかもう何もできんよ。だからでもそれはなんかその会はちゃんとねそういうのができてるとね楽しそうだ、みんな。そうそう、また余興とかできたら出世するから、ね、あ、余興、そうそうそう、余興もやってる、なんか早飲みとか早食いとか、うん、まあ、ビンゴ大会とかそういう、うん、やっぱなんか一団結感はあるね、そういうちゃんとしてる会社は。そうそう、まあ、それをねぜひ、まあ、みんなやってほしいと思いますね、うんうん、まあどうなんだろうね、時代の変わり方なのかな、これがあるから仕事しないとか、まあ、これがあるから働きたくないここではとか、まあいるだろうね。なんそれといえば参加、普通は強制参加じゃない、要は、うん、強制っていうか、まあ、当たり前に参加、そうそう、今多分参加しなくてもいいっていうじゃないのがあるのかな。だからこんなのは甘やかさんですぐやもう首切ればいいわけさ、うん、まあでもいや続かんよ、続かんよね、こんなのもうダメだったら、うん、自己主張がすごすぎる、まず何もできないうちからよ。どこす、要はもう協力体制っていうかじゃなくて、もう調なんていうの、調和じゃなくて協調性もね、うん、ないと一緒だからね、それは。そうそうそう、別にまあその会だけはせめて参加してろよって感じだよね。そうそうそう、だってでも早く帰りたい雰囲気を出すなっていう。ああ分かる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 。でもその会はその会でしっかり、なんかほんと酒飲めるくせになんか、うん、飲まないね、わざとオレンジジュース飲んでる、うん、だから飲んで自分を出さんとよ、うん、ここが大人の勉強だけど、飲んでいかになんかこのなんか飲んでても崩さない自分で入れるような練習をするのかとか、うん、確かにね、でそれをやらないと、うん、いやいざとなって酒飲んだ時に、うん、いきなりや脱ぎ出したり意味のわからんやつになってやすぐ首さ大変だからそれを若いうちにね、あの新入社員のうちに正してよ練習していってっていうのをね、しかもまあ何でも若いからなって今は言ってくれるけど、そうそうそう、いやこれがや30代とかなってね、もう言わないよ、40代になって酒癖出したらそうもう離れていくよ人は。そうそうそう、20代でちゃんと勉強して酒のまあ僕もいろいろ失敗してきましたけど本当にもうあの、ね、練習は必要なんで、うん、そうよ、まあ、また、あとは退職、うん、多分今年はあるじゃないかな、まあ、人手不足で、うん、退職も退職できないというできない状況が多分多いんじゃないかな、うん、働いてる現にね働いてる人たちはね、そう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 、まあ、退職はね本当に定年まで仕事してから、うんうん、いうのがいいね、転職とかはあると思うけど、まあね、うんうん、どんなかな、
企業だけじゃない、私たちには無縁の話じゃない。僕仕事2個しかしたことないんだよ。あ、マジ？高校3年生の時に、うん、あのねバイト1個このをなんだバイキングキッチン入って、そこで9ヶ月ぐらいかな、うん、やって専門入ってこのエイリー居酒屋エイリー入ってからずっとなん で仕事2個した2個かやばいな、それしたことないけど。でもまだ30じゃないでしょ、20、うん、20今7ですね。あ、まあでも別にそういう考え方でもいいと思うし、そこで進化してればいいさ、進化してればいい、ずっともしただずっとバイ今もバイトだったりちょっと苦痛だなと思うけど、うん、まあ一応今はね、そうそうそう、おかげさまで役職もらっていますけど、まあそれでなんか自分のステップアップになっていってるからいいんだけど、やっぱ常にあれですよね、 何にしろみんな成長していかないといけないですよ、ね、そう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 、成長して転職とかだったら分かるけど、そのまま辞めるとか今の地位で辞めるとか、なんか要は合わないから辞めるとか、もう面白くないから辞める、もったいないね。まあいいけど、なんかね、何かを見出してから、そこの職場で何かを得てから違うことに移った方が絶対いいかなって思いますけどね。まあそれをね、なんかこの会社にまず入る前からまず考えた方がいいと、何を、なんかもう辞めないとか、辞めないで一生頑張るとか、こういう決めないと、うん、結局辞めてまた違うとか言ってまた一からだからね、うん、確かにね、だから逃げるのは簡単なんだよね、でも戦わないとよ、それが必要だと思います。まあ話が、ずれてるようでずれてないような、うん、毎回よ毎回そうなってるんですけど、またね時間もまた近づいてきましたけど、いい、うん、3月2月が終わり、早いね、早いね、もう2月終わる、早いね、まあ、今からゴールデンウィークを考える人も、そうね、多分今からなんか予定組まないとね、そうよ、チケットやらないやら、あ、そういえば歓送迎会のコースとかはなんかやるの？あ、やります、やります、もちろん歓送迎会プランもありますんで、まああの居酒屋、じゃあ一回あれやればいいさ、もう次 CM すればいいじゃん、あ、そうね、3月に CM して、うん、本当に聞いてる人たちが得するようなね、聞いてる人がいいんじゃん、うん、いいんじゃん、うちはコースやってんから、うん、ちょっとそうよね、串だもんね、はい、そうですよ、まあじゃあこんな感じですけどじゃあまあ来週じゃあ、あの得点つけた、そうですね、来週、うん、あ、来週というかも3月3日の放送は得点ついたちょっとお話も、うん、そうね、ぜひじゃあ、はい、あの時間を空けて、そうですね、夕方4時からですので、はい、なんかね、まあ夏までにこうラジオに投稿した人とか、うん、なんか特典つけていくじゃん、抽選でなんかあげるとかやろうかなと思って、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、はい、あとは、ゲストで来た方になんかあげるとかやろうと思ってるんでオリジナルグッズ作るかじゃん、はい、オリジナルをなんか作ろうと思うんですよ、うん、いいんじゃないですか、はい、スパイスラジオ、スパイスラジオの、うん、もう二度と取れない剥がせないシールいいんじゃん、面白いな、面白いな、まあ、ちょっとファンが増えてきてね、ファンね、もっとね、街中歩いてる時に、あ、スパイスさんですかって言われたよねいやいや違いますよ、でも本当にね言われるよ最近、言われる、最近ラジオ出てるねって聞くからね、うん、でもなんかあの自分も周りに言われるんだけど、うん、この自分出してよってよく言う人多いわけよ、でもいざとなってやったら、うん、出ない場合はこんなって今や何日間や大役とやなるね、でもあの出たい人はね本当にね、それぞれ別にこの知り合いじゃなくても、うん、そうそう、出てから俺たちみたいになんかあの辛口で物言わせてくれっていう人いましたらぜひぜひ、あの激辛まで OK です、全部よし、うん、
聞きたいね、逆に聞きたいね、立候補してほしいね。そうそう、会社の、まあ、愚痴っていうよりあるあるをね、会社のあるあるをちょっと強めで言いたいとか、そうね、分かってほしい、こんなことは言っとかないけないと思いますっていうのをね、そういうのをね、世間に分かってほしいことを、欲しいね。かなんか女性の〇〇裏な話とかさ、いいね、まあ僕らが知らないようなね、そうそう、いいんじゃないですか。だからこういう方もうどしどし、そろそろね、やっぱね欲しいんですよ。なんか真面目な、あんななんか回答はいいよな真面目な、なんかはいどうもっていうのはもう俺はいいと思う。もうここまで来たんだったら突っ走っておくよ番組あ自分の会社のおすすめとかしないよ。そうそうそう実はこんなですっていうのは、そう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 、裏はねっていうね、はいはい、それを聞きたいから、ね、聞きたいですね。あの顔出ししないバージョンもありますんで、あるあるある、はい、全然あの声も変えてほしいんだったら声も変えることできますんで、はじめはあそこだったんですけどこういうことも一応できるんで、自分で声変えてもいいからね、ぜひ、出たい方は、収録がね平日の大体昼からね月曜から木曜の間にやってますんで、はい、そこに時間が合わせれる方のみでお願いします連絡ください。はい、じゃあではもうお時間になりましたんで今日のまとめですね。新、感想芸会ではなく、沖縄に、学生旅行で来る方々に、はい、あ向けてね、向けてじゃあ光るから、はい、一言それでは学生の皆さん、光るから一言いきますよ。やるときはやれいいですねまあいろいろね、はい、何にしてもやるときはしっかりやりなさい。そうですね、今しかないよ。はい、じゃあでは、ね、楽しみましょう。はい、スパイスラジオ今週もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。また来週、また来週会いましょう。酒の席でのたわごとと許してやれよと言われてもあいつの噛みつく泣き声はどこか全てが負けていた。夢を食って生きてゆけた時代も確かに刻んでは見たというこんなはずじゃなかったのにと絵面はいつしか割れていたという窓を開ければ小さな川が流れてた夜風はしらじらと頬に冷たくそして生きてく勇気が欲しくてそれでも死ねない自分がなお悲しんだ。ウーフーの柄でもなく戸惑うほどのバカでもない風が吹くような
真剣な俺でも魂だけは譲れない、希望はいつもずっと遠くで微笑む、届かぬ女のいたずら。